楽しかったよーって嬉しいよー。こんばんは、こんばんは。流れ星かよ、ほんまや。わーがままな流れ星、おさぴよありがとう。高木くんから短冊ありがとう。おさぴよめっちゃ欲しくれとった、ありがとう。いっぱいもらった。ハラシは可愛いですね。ハラシは可愛いんですよ変なこと言うてもらった。あーせんにゃん来て来てくれとったね、ごめんね。個別初だったけどそんな感じなかったね。確かにいつもいっぱいツイートとかしてくれてるし。前髪切った。お、最近は切ってないかも前切りすぎたかな。こんばんは、こんばんは。せやでバイバカリンちゃんだけやで、ごめんな。マー君、マー君間違えた、テルビリーさんと間違えてずっと喋っとった、ごめんごめんせやでマー君ミルさんやもんな。ミルさん&カレンタンやもんな。嬉しい、来てくれるの。お昼楽しみにしてるね。頑張るわ。ごめんね間違えちゃって。一日ありがとうって、こちらこそありがとう。あら高木くんから、あーくまちゃんたまー、ありがとう。嬉しい、大きいくまちゃんた2つも揃ってるやん。めっちゃ可愛い、この何だっけ、織姫と彦星、めっちゃ可愛い、好き。いいよね、七夕っていいよね。ありがとう、めっちゃ可愛い。くまちゃん、くまちゃんタワー2つも高木くんからもらいました。パチ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 、ありがとう。お話し会もいっぱい来てくれてありがとうね、いつも嬉しい。くまちゃん、うんうん、お話しありがとう、こちらこそありがとう。嬉しいよ、みんな来てくれて嬉しかった。お話し会参加できなかった、あらまた来てね、ようちゃん待ってる。早く話せるようになりますように。マポンからくまちゃんありがとう。こんばんは、こんばんは。ミルさんの写真集もうちょっとで発売。ね、リボン。最近カレンダーのこと気になってるのだ。嘘、嬉しい、ちゃんぽよ、ちゃんぽよ今日ちょっと帰ってきてからメイク直してないからメイクぐちゃぐちゃかも、ごめん。せっかく来てくれたのに申し訳にゃい。みんなは明日は何するの？仕事？明日は月曜日か。あ、そっか、今日日曜日か。そっかそっか、今日日曜日だったんだね。もうね、コンサート、あれってコンサート、ライブ、どっちが正解なの？いつもさ、なんか書くとき悩んじゃねんけど、コンサートとライブさ、どっちが正解と思う？言い方ちょっと悩んじゃうね、毎回言うたびにさ、あれどっちやろってなっちゃう、いつもわからんくなる。すいません、カレンダーヤッホーヤッホー。あ、コツさんキュンです来てくれた。カレンダーのファースト写真集はピローンかな笑った。かわいい名前つけたいですね。今日なんか緊張して全然話せへんかった。そういつも来てくれてるのにありがとう。明日期末テスト3日目、わあ大変な時期だね、懐かしく思う。うん、帰ってくる時楽しみじゃない、なんか自信あったら楽しみになるよね。めっちゃカレン教室で自慢してたもん、いつも点数イエーイってそのために頑張ってた。ポンポン山さん、こまちゃんあ
ありがとうポンポン山さん。今日 iPad で来てくれとったんかな。NMB はコンサートってつけてる。あ、コンサートか。確かに迷う。あ、ね。言い回しどっちが合ってるんやろうな。コンサートか。コンサートとライブ同じだと思ってた。あ、一緒なんかな。なんかどう違うんやろうと思って。あ、そうなんや。コンサートはちゃんとした英語。ライブは本当は生の意味しかないよ。あ、そうなんや。あ、そらそうか。上にライブって書いてあるもんね。テレビの時も生放送の時とか書いてあるもんね。ライブって。そうか、じゃあコンサートって言ったらいいんかな。じゃあコンサート来てくれますか。みんな今日めっちゃ聞いちゃった。まるまるさん来てくれるかなってめっちゃみんなで聞いてた。あ、高木くんまたくれた。こまいちゃーん、こまいちゃんだわ。いっぱいや。こんなにいいの、ありがとう。嬉しい。いっぱいありがとう高木くん。嬉しいね。願い事叶いそうだね。こんなにもいっぱいもらっちゃったら嬉しいわ。なつきちゃん、くまちゃんありがとう。こっちさん、キュンでーす。新選組もここでも公演出てない。え、ね、でもなんか劇場じゃないから、なんか公演っていうよりなんかライブとか大きいイメージだから、なんかそういう言い方しておかれんわなんかいつもより大きいよね。あ、でも大きいけど ZEP だったら言い方違うんかな。彼は ZEP も大きいと思ってるから、いつもコンサートとかライブって言っちゃってた。まあ、ライブって言ってたらいいのかな。ほんじゃ今日もカレンタンから癒しと元気もらったよ。おー、ミカネ、ミカネは、ミカネは見てくれますか。見てほしいな絶対見てほしいな。お、おっくんからもありがとう。これはなんだろうね。短冊がいっぱい。あ、笹や、笹か。ありがとう。サインタンだるま、ありがとう。勢いでうんと言ってしまった来れないんだったっけね。カレンタン、はいはーい。ミブロさんから、あ、ゆうくまんからも、くまちゃん、二人ともありがとうございます。いつもありがとう。通りすがりさんから、流れ星ありがとう。わがままな流れ星ありがとう。牛さんからは短冊ありがとうございます。いっぱい飛んできてる。お、ゼップも初夏も雪まじ。お、とんかつにはお塩さん来てね。見つけて、みんな。うちわとか、こう字書けるボードとか、字書ける字書いてあるボードとか待ってます。いつも可愛いの見登ってきてくれるからすごいテンション上がるので、今回も期待してもいいですかね。来れるよって方はぜひぜひよろしくお願いします。ピロティとかもね、来てくれてると嬉しいな。うん、けどあとなんだろうな。あ、そうだ、配信見てくださる方もレポお待ちしてます。ツイートとかでハッシュタグね。何のハッシュタグになるかまだ決まってないし、何になるか分かんないけど、なんかコンサートとかの決まったハッシュタグあったら、それとハラカレンとかカレンタンとかつぶやいてくださると嬉しいです。楽しみにしてます。お、ユリイカするね。よろしくお願いします。ピラさんツイッター見てるよって、ありがとう。みんなにね、いっぱい見てもらいたいなってずっと思って練習してるので、ゆでだこになりながら練習してるので、
そう、見れるよって方は見てほしいし、来れるよって方はぜひ生で見てほしいなってすごくすごく思っておりますね。言えないからね言ったら怒られちゃうから言えないけど、お楽しみやしな、それも。だけどね、楽しみにしててほしいです。それしか言えません。ピロ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 、今日もいっぱいピロピロしました。みんなピロピロしてくれるから嬉しい。いつも嬉しいんだよ。配信でカレンタン見つける、よろしく。コンサート楽しみねってね、めっちゃ楽しみ。みんな来てくれるかなとか見てくれてるかなっていうのが楽しみ。りなちゃんお花パー。そうや、明日は17ライブさんでね、わかぽんさんと一緒に配信させていただきます。 NMB の公式のアカウントかな、17ライブで明日はお会いしましょう。明日、明後日か、ちょっと早とちりしすぎちゃった。明後日はね、7月6日七夕の前日です。7月6日なので待ってますねお、マーポン、ゆりりゅ、テンポイントさんから、あ、わがままな流れ星、ありがとうございます嬉しい。アーカイブで絶対見る。あー、見られへんのか、公平たん。お仕事かな、なんか今日雰囲気違う。そう、多分ね、メイク直してないからかもごめんね、帰ってきてね、すぐなのよ。めっちゃ楽しみにしてるよって、ありがとう、嬉しいよ、そう言ってくれると。新選組どんなんやろねー、みんなの予想は、イメージとかあるんかな。かゆ、これふさふさしてごめんね、いつも。お疲れ様ですって、ありがとう。今日もお疲れ様、ありがとう、ゆゆちゃん、また来てね、会いに来てね。カネタ今来た、ヤッホー。遊びに来たよ、ヤッホー、スーさん。おお、スーさん、お話し会来てねみんな待ってるよ。会いに来てくださった方も覚えてるし、あれ今日は来てくれてないなとかもすぐいつも思ってます。配信来てくれてるのもすごい嬉しいけどね。そう、ポンちゃんピロちゃんで配信です。パジャマ可愛かった、ありがとう嬉しい。再来週のお話が楽しみね。再来週も話せるもんね、その時にはもうね、ライブの感想とか聞けてるのかな。イエーイ、一緒に制服着て参加してもいい。うん、カレンが制服の日待ってます。カレンちゃん人気名がなかなか会いに行けへん。そんなことないよ、来てよ待ってるよ。お、再来週お話し会参加するね。おお、ゆゆちゃん、ライブも17ライブさんで今回無料で見れちゃうので、ぜひ見てね、見つけてね、みんなにぜひぜひ見てほしい。しかもすごいよね、17ライブさんでさ、無料でさ、あの配信していただけるってほんまにすごいことやよね。びっくりだわ、ありがたいです、とっても。お尻ピロピロおじちゃんキュンでーすありがとう。
デニム好きに拝聴こうでめちゃめちゃ楽しみ。コウヘイト好きって言ってくれてるもんね。嬉しいよ。嬉しい。行けないからめっちゃ嬉しいねえ。本当にありがたいよね。すごい。なんかこの機会に NL48 知らない方ももしかしたらなんかたまたまでも見てくださってる方いるかもしれないので、ちょっとでも魅力が伝わったらいいなと、その魅力の一つになれるように頑張ろうとも思っています。アエルパパからくまちゃん。ありがとう、くまちゃんもらった。アーカイブ残るのかなね、どっちなんやろ。残るかもみたいに言ってはるファンの方もいたけど、どっちなんかな。彼は聞いてないから分かんないんだけど、あ、残るんだって思った。もう見かけたけど、あれでも何も聞いてないけどなとか思ってました。どっちやろうね、見れるんかな、みんな知ってる、残るのかな、アーカイブ。こんばんは、こんばんは。現場行けないから配信ありがたい。え、ねえ、すごいことやよね。しかも無料ってなんかもうすごすぎる。友達におすすめしとくねって、ぜひぜひね、NMB のファンの方が増えるといいな。彼推しの方も増えるかな。増えてほしいな。遊びに来たよっていらっしゃい。お、17NMB48 知らない子に友達に見てもらうつもりよって、ありがとう。一緒に見たりしてくれるんかな、みんなで。アーカイブあるよ。あ、あるんか。おお、あるんかな。嬉しいね。アーカイブ残るってツイッターよく見かけるね。そうそうそう、そうなんよ。あれって、でもなんかどこ見たらいいかわからんくって、どこ行ってた、まだ彼は確認できてなかったんやけど、残していただけるのかな。すごいよね。じゃあより一層何回も見れちゃうということで。ね、もし本当にアーカイブが残るんだったら、それこそライブ来てくださった方もまた帰ってからね、見てほしいなとも思うし、見返してほしいなとも思います。昼公演のグループ名は社員。そう、社員です。可愛いでしょ。学校で落とし穴の彼をたくさん受けましたよ。ありがとう。いいなって言ってくれとったかな。嬉しい。アーカイブあるって、おお、ありがたいですね。カレンちゃんは可愛いからすぐに見つかる。ありがとう、マー君。嬉しいね。社員、そう、社員。漢字の社員にもなっちゃうよね。わかるわかる。お、じいさん、じいさん来てくれた。お、アーカイブ配信することも決定しています。書いてあったんだ、ありがとう、知ってくれてありがとう。耳切れて痛い、ここ。乾燥したんかな、痛いな。カレンタンって、ヤッホー、かゆっ。おっくんから流れ星ありがとう。わがままな流れ星。うっかりたんから短冊もありがとう。瀬戸りが気になる。おお、どんな瀬戸りだと思いますか。どう思いますか。そこ切れると痛いの。そう、痛いね、ここ。なんか地味に痛いよね。
でもいつもなっちゃう季節の変わり目とか、もう全然夏やけどね今。落とし穴大好きすぎて毎日聞いてるよ。あー嬉しい。もっとね流行ってほしいね。今日新しい分身ちゃんが届いてた。ね、書いてくれとったかな。嬉しい。みんなね、分身ちゃんもいつもゲッツしてくれてありがとうございます。すごく嬉しいです。ゲットしたよって言ってくれてるの見てますので嬉しいです。カレンタがどんな曲するのかめちゃめちゃ楽しみ。おミカネは何のユニットが好きですか。みんなユニットは何が好きなんだろうね。今日みんなに聞いとったユニットってさ、どんな曲が好きって。なんか意外とそういうことをファンの方に聞くときってなかったから、なんか全体曲で社員で何すると思うとかは聞いたりしたけど、なんかさ、みんながさしてほしいなって思ってくださってるユニットってないの。今日はやっぱねバルキーしたいですね。バルキーしたいなって思うし、あれなんよね、キョンマートの声がユニットがなかったから、そうユニットね、もし自分がするのは何やろうとかめっちゃ考えちゃう。ジッパー見てみて。おお、ジッパーあれだよ、ナンバーアイ公演さんの時にさせてもらったことある。あ、あとさや様の卒業コンサートの時にもさせていただいた。めっちゃ嬉しかったな、さや様が選んでくださったの。嬉しかったね。劇場公演とかまたユニットがあるのとかも始まるといいんだけどね。懐かしくもなんか公演のユニットっていうのがすごい懐かしくて、どんどんなんかどういう感じだったのかね忘れちゃいそうで怖い。おジッパー、ジッパーってやっぱワルキー人気なんよね。うんうんうん。ワルキーのカレンタンとか天才級に可愛い。嬉しい。いつか着てみたいなってちょっと思ってる。ワルピロ、あーいいよねー、いいよねー、いいねー。優しくするよりキスをして、お好きです。あのね、この前生誕祭で一回歌わさせてもらいました。去年か、今年の生誕祭じゃなくて一つ前、去年。懐かしいね。今みんなのコメントを必死に読んでおります。プロムの恋人見た。え、懐かしい。 B2 の時したよね。B2 のアンコール、アンコールやったかな、メドレーの時かな、なんかでしたけど、どのタイミングでさせてもらったか忘れた。あ、難しいんだよね意外とね、ペアだから。そう、一人間違えちゃうとちょっと大変なことにもなっちゃうし、そういう記憶がすごくある。ね、ユニットしてたのが懐かしいな、ほんと。劇場で、あれもしたいね、100年先でももしてみたい。好きなのよ、かっこいいのも憧れちゃう。なんかできへんからこそさ、なんかできるようになりたいなーってすっごい思っちゃう。そう、苦手なことでもやってみたくなっちゃうのよね、ちょっと。できるようになった時なんかすごい達成感あるから、なりたいなーって。面白い。みんながなんかこう、こういうの似合いそうとか言ってくれてるの嬉しい。涙の表面張力、わあ懐かしいね。千秋楽でやっと叶ったユニットですね。懐かしい。うんうん。ディアジェね、さえさんもめっちゃ綺麗だった。かっこよかった。16人公演が懐かしい。確かにね、あの劇場のステージに16人立ってたのがちょっと懐かしい。
ねえ、ハート型かわいいよね。かわいいよね。ここ店出たかった。そうなんよ、出たかった。羨ましいけど、羨ましいけどっていうか羨ましいです。でもなんだろう、こうリハとかしててもここ店出てるメンバーとかもっと覚えないといけないことも多いし大変だろうなって思って、なんかそういう両方出てるメンバーを見ると、あ、もっと彼は頑張らないとって気持ちになります。みんなの方が疲れてるし大変なのに、ちゃんとなんかこう弱音とか吐かずにね、一生懸命練習してて、眠たい野郎にずっと練習してるみて、あーでも彼が休憩してたら絶対あかんわって思うし、間違えたらあかんなとかよりそう思います、練習とかしてても。だからなんかすごい刺激をもらってますね、羨ましいけど、でもほんまにすごいなとも思う。より一層気合が入っております、メンバーの姿を見て。カレンタの表面張力震えたびっくりしてくれた、嬉しい。ディアピーやばい曲変わってしまってるやん、怒られちゃう怒られちゃう間近で見れた表面張力ね、来てくれとったもんね、千秋楽覚えてる。お、ピロさん寝ますって、おやすみ、おやすみなさい。カレンタが頑張ってると私も頑張ろうって思える、おえー嬉しい。カレンもいっぱいなんか同じメンバーから刺激をいただいてます。もっと頑張らないとってすっごい気が引き締まる。カレンタも頑張ってて偉いよ、あー嬉しいもっと頑張る。でもね、本番いいものをお届けできるように頑張る。さえ様の意味符してほしい。え、ね、ピロピロ入ってるよねずっとリハの時もさ、あのずっと見てた、あ、ピロピロだって思いながら見てました。一人で湧いてました。お、ピロピロひろしたんキュンでーす、ありがとう。頑張ってる姿すごい尊敬するけど無理しないでねって、ありがとう。ね、公演懐かしいね、何倍公演もまたしてほしいね。あの公演も好きです、カレン楽しい。生徒手帳なんだったっけ、名前のちゃんとしたのが出てこないけど、生徒手帳が好きなんですよの法則は覚えてるんだけどな。こんばんは、こんばんは。明日は大丈夫ですか。うん元気だよ。ナンバー行ったことないから行ってみたい。えね、すごいなんかいろんな可愛い要素もあるし、かっこいい要素もあるし、うん、全部が詰まってるザ・ナンバって感じですね。ナンバーで生徒手帳の写真は気に入っていないの法則、そうそうそう、もう久しぶりにさ、あの言おうと思ったら出てこへんかった、ごめんなさいでも好きなんですよ、可愛いよね。ちょっと最近頭の回転が遅いもんねもう覚えることに必死すぎて。リセット公演熱え、ね、大人気だよねリセット公演。こんばんは、こんばんは。さすがこじりんさんプロデュースってね、本当にそうよ、さすがすぎる。9周年の時のみっちゃんもよかったね、めっちゃびっくりしたよ後ろから。そう、本物のクインテッドさんたちが出てきてびっくりしたよ。シャマネコのドヤ顔のカレンタ好きなんやちゃんとできてましたドヤ顔。
いい顔できてた。いつもみたいにこんなヘラヘラしてなかったでしょ。ちゃんとできとったかな。また劇場行くよってね、皆さん来れるようになったらぜひぜひ自分のよし今ならいけるかもっていうタイミングで来てくださいね。こういう状況だからなかなかすぐ来れやんけどね、また会える日を楽しみにしてます。みんなのコールもまた聞きたいね。いつになったら聞けるようになるんかな。二度はもまたみたいなね。もう懐かしい、めっちゃ懐かしく感じた。夢逃げも懐かしく感じちゃうし、早くカレンタに会いたい。嬉しい、嬉しいよ。コールしたいよね。みんなコールしてね。またコールできるようになったらコールしてね。シャングーの根の子が可愛かった懐かしい。クーの根させてもらったな。クーホーもまた出たし、えね、確かにもう結構ご無沙汰しちゃってるかも。メイクするしとるよおっくん、お、ありがとう。いっぱいありがとうね、今日。流れ星くれてる。わがままな、流れ星。エルムファ、ありがとう、いっぱい。短冊もらいました。嬉しい。今日もみんなにね、いっぱいね、褒めてもらったりね。あとは、ライブ楽しみだよとか、見るよとか。いけるよとか、うちは作るよとかもすごい嬉しかったし、あとは選抜改めておめでとうとか言ってくださったのも嬉しかったし、あと48タイムズさん投票したよとかもすごい嬉しかったですね。あと約1週間か、応援よろしくお願いします。カッポイントで投票できるので、ぜひぜひこの後応援投票ハラカレンにしてくださると嬉しいです。今9位です、よろしくお願いします。上位に行きたい。でもランクインさせてくれてありがとうございます。最後の最後までちゃんと残れていますように。もっと上に行きで頑張ります。それではランキング読みます。第13位、オレンジの新製品さん、ありがとう。第12位、マーポン、ありがとう。第11位、おしりピロピロおじちゃん、ありがとう。第10位、ホーミン、ありがとう。第9位、フーライさん、ありがとう。第8位、ゆりりんちゃん、ありがとう。ごめんね、ちょっと間空いちゃった。第7位、ポンポン山さん、ありがとう。第6位、ひでまるたん、ありがとう。第5位、まーくん、ありがとう。第4位、みぶろさん、ありがとう。第3位、おっくん、銅メダル、どうぞー。第2位、うっかりたん、銀メダル、どうぞー。イエーイ。第1位は、ピロミール、たかあきくん、金メダル、どうぞー。3つも、くまちゃんとはをいただきました。みんな、パチパチパチー。たかあきくん、ありがとう、いっぱい。くまちゃん、イエーイ、ありがくまちゃん、ありがとうございます。すごくすごく嬉しかったです。みんなにも参加賞ピロ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 。それでは皆さん、また明日から新しい1週間ですがね、コンサートもありますので、ぜひぜひ配信見れるよって方は17ライブさんで無料配信あるみたいですので、ぜひぜひご覧ください。そして来てくださる皆さんは、ぜひうちわとかピロピロティーとかでカレン推しアピールしてくださると、いっぱいいっぱいいっぱい元気が出るので、よろしくお願いします。楽しみにしてます。で、あさってか、7月の6日は若ぽんさんと一緒に17ライブさんの方で NM48 公式アカウントで配信させていただくので、ぜひぜひ来てください。コメントなど待ってます、はい、
お待ちしてますね。あ、アーカイブは7月12日から26日の予定だって。おー、すごい。ありがとう、FFF さん。ねえ、皆さん今日も来てくれてありがとうございました。48タイムズさんの方もまだまだ頑張るので、ぜひ応援よろしくお願いします。頑張るぞー！もっと上に行きたいな。それでは今日は、皆さん、お話が来てくださった皆様ありがとうございました。楽しかったです。嬉しかったよ、いっぱい来てくれて。あっという間やった。うん。嬉しかった。あとあれじゃん。マヨーレおめでとうも言ってくれてありがとうございます。みんなのおかげでマヨーレになりました。ちょっとフル部数にすることは叶わなかったけど、でも、今回はまた全部のマヨーレ、ピロピロマヨーレ計画を達成してくださって、嬉しかったです。ありがとうございます。皆さんに会えるのを楽しみにしてるので、皆さんまた会いに来てくださいね。それでは今からお風呂に入って、そして練習して寝たいと思います。本番まで頑張ります。楽しみにしててね。頑張るからね、ぜひ見ててください。頑張ります。それではまたね。来てくれてありがとうございました。おやすみなさい。またね、明日からもまた頑張りましょう。来てくれてありがとうございました。おやすみ、おやすみなさい。またね、またね。